皆さんは BTS のお気に入りの国について知っていますか？2022年7月27日、BTS はイギリス BBC ラジオ1ライブラウンジに出演し、その後、非対面でのインタビュー映像を公開しました。ライブラウンジはイギリス国内のみならず、世界中から注目される音楽ラジオです。毎回、グローバルなアーティストたちが出演しています。過去には、ハリー・スタイルズ、フー・ファイターズ、テイラー・スウィフト、アリシア・キーズなど、世界中のトップアーティストたちが出演し、話題になりました。BTS は今回のラジオ出演で、ダイナマイト、パーミッション・トゥ・ダンス、カバー曲として、パフダディとフェイス・エヴァンスの I'll Be Missing You を熱唱しました。司会者のアデール・ロバーツとのトークも話題になり、インタビューにて、特にお気に入りの場所について尋ねられると、彼らは、素直で愛に溢れたコメントをしていました。BTS は、2013年6月13日に韓国でデビューし、9周年を迎えました。これまで、たくさんの国をワールドツアーや番組等で訪れてきた BTS。メンバーが選ぶ、お気に入りの場所とは、一体どこなのでしょうか？今回はインタビュー内容に関連するエピソードも交えながらお気に入りの国についてご紹介していきます。BTS のメンバーたちはこれまでワールドツアーや番組出演などを通して様々な国を訪れてきました。アメリカやロシア、日本、カナダ、フランス、ドイツ、シンガポール、タイ、中国、台湾、イギリス等を訪れています。インタビューではまず BTS メンバーがイギリスに初めて訪れた時の状況を振り返りながら当時抱いていた思いや美しいロンドンの街の魅力について語りました。ジョングクは2018年にロンドンのジ・オーツアリーナにて行われた公演の際にかかとに怪我をしています。当時の話題になるとリハーサル中の怪我でダンスができず悔しい思いをした状況を振り返って次なる公演への熱意を語りました。シュガは韓国初となるウェンブリースタジアムでのパフォーマンスについて尋ねられ、驚いた様子をコメントしています。当時韓国で映画ボヘミアン・ラプソディが人気で注目を集めていました。僕たちが本当にあそこでパフォーマンスするの？あのステージで？といった気持ちを抱いていたと語っています。ウェンブリースタジアムはイギリス・ウェンブリーにあるサッカー専用のスタジアムです。これまでにクイーンやマイケル・ジャクソンなど有名アーティストがステージに立っていることから世界中のアーティストたちの夢の舞台となっています。BTS のメンバーたちがいつかこのステージに立ちたいと思っていた夢の舞台でパフォーマンスできたことは彼らの素敵な思い出となっているようです。イギリスで好きなところはどこですか？と尋ねられると、ジミンは以前友人とイギリスに観光に来て、建物も道も橋もとても美しかった、と語りました。また、テテはロンドンが本当に来たかった場所だと語っており、来てすぐに街を歩いたそうです。彼がロンドンの街を背景に撮影された美しい写真は大きな話題となりました。BTS の公式ツイッターでは、ロンドンのピカデリー広場でテテが橋を背景に佇んでいる姿が公開されました。イギリスではテテが写真を撮った場所をめぐる V ロード巡礼が起きました。公園に訪れたファンが公演が始まる前に彼と同じ場所でポーズを撮って写真を撮るなど大きな話題となり、レッツドゥロンドンとハッシュタグをつけ、テテのツイートを引用し、観光客誘致にも積極的に活用したほどです。RM はロンドンの美術館ナショナルギャラリーを訪れたことを語っていました。RM はイギリスのロマンス主義の画家ウィリアム・ターナー氏の作品が好きだそうです。彼の作品に数多く触れるという夢が実現したと話しています。RM のコメントを受けてナショナルギャラリーの公式ツイッターアカウントも今日 RM の好きなアーティストがターナーだと知りました。ターナーについてさらに詳しく知りたい場合はこちらでといったコメントを投稿しています。ターナーに関する情報が載っているページのリンクや美しい絵画の写真を一緒に投稿し BTS の宣伝効果を期待していました。メンバーそれぞれスケジュールの合間を縫ってイギリスでの素敵な時間を過ごしていたのですね。彼らのお気に入りの国について尋ねられると、シュガはロンドンが本当に好きですとコメントしています。以前からイギリス映画が好きで、プレミアリーグもたくさん見ていると話していました。そのため、彼にとってロンドンは忘れられない場所で、また訪れたい場所の一つだそうです。そしてテテは、それぞれの国に違いがあり、ユニークな魅力や特徴があると話し、様々な国に興味を持っていることを語りました。そんなテテのコメントに、シュガも共感する気持ちを語っています。メンバーたちは、どれか一つの国を選ぶことはなかなか難しいようです。BTS のメンバーたちは日本のアニメを好んでみたり、音楽を聴いたり、京都や奈良、東京など日本各地を旅行しに訪れています。2017年11月8日には YouTube と Twitter に GCF in Tokyo が公開されました。ジミンとジョングクが楽しそうに東京旅行を満喫しています。また、2018年4月30日には GCF in 大阪が YouTube にアップされ、BTS の大阪での様子が見れます。ジミンとジョングク、テテで大阪を楽しんでいる姿もあり、楽しそうにしている3人を見ると、思わず笑ってしまいますね。テテは日本のアニメもよく好きだと言っており、配給やジブリ、ワンピース、ピアノの森、俺のヒーローアカデミアが好きだと過去に発言していました。BTS メンバーたちはいろいろな国を訪れる中で、それぞれの文化や街の美しさに触れて、魅力を感じていることでしょう。テテとシュガの2人がそのような会話を交わす中、ジンは、僕はソウルが一番いいです。通勤時間が短いので、とコメントして、周囲の笑いを誘いました。ジンの話を聞いていたテテも、静かにうなずいていましたね。彼の回答には、アーミーからも温かな声が寄せられています。こういう、本音がダダ漏れなところかわいいな。すぐ退勤できるからソウルがいいって笑ってしまった、とジンの発言に思わず笑顔になってしまうファンが多かったようです。ちなみに以前、ジンは退勤できると知って喜ぶあまり、勢い余って壁に頭をぶつけたことがありました。多忙な彼らにとって、自由な時間は本当に貴重だと思います。彼の率直な回答にはアーミーも思わず笑い、元気をもらったようです。インタビューで、世界で最もビッグなボーイズバンドになった気分はどうですかと聞かれると、BTS は4年間本当にがむしゃらに走ってきたので、正直まだ実感が湧かないです。ずっと韓国にいるし、ニュースは見るけれども、対面での公演はできていないので、とコメントしました。また、コロナが収束して、海外ツアーをした時、実感が湧くと思います、と語っていました。アーミーに直接会えなくなって約2年ほどが経過しました。アーミーと対面で会ってコミュニケーションを取る、目の前でパフォーマンスを披露することができなくなってしまったので、実際はあまり実感が湧いていないそうです。長い間アーミーと直接会えずにいることを、彼らも本当に寂しく思っているそうです。彼らのスケジュールが忙しいことに変わりはないようですが、コロナ禍でテテは家族と話す時間が増えた、と話しています。以前は、そのような時間もなかなか取れていませんでした。彼らが自分と向き合い、見つめ直す時間や、大切な人と過ごす時間が少しでも増えたことは、コロナ禍でも良い側面があったのかもしれません。今回は、インタビュー内容に関連するエピソードを交えながら、BTS が出演したライブラウンジでのインタビュー内容についてご紹介しました。インタビューを通して、BTS が様々な国の異なる特徴や魅力に関心を持っていたり、思うように会えなくなった現在も変わらず、アーミーに会いたい、と強く思ってくれていることが伝わってきました。また、インタビューでは日本について語っていませんでしたが、プライベートで日本に来て旅行を楽しんでいる姿を見ると、嬉しくなりますね。日本がきっと彼らのお気に入りの国の中に入っていることでしょう。番組でパフォーマンスされた I'll Be Missing You の歌詞に思いを馳せながら聴いていると、また会える時を願って心待ちにしてくれている彼らの温かな思いやメッセージが伝わります。他にも皆さんが印象に残っているエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次の動画もお楽しみに。ボラヘイ。